明るい話題が、未だにできない状況はある。雪の降らない1月という霧の中で、誰のせい？それを不意に。できるだけのことはしていても、奇妙にマイナスはある。アメリカとイランの対立は一応は沈静化し、それより問題は自民党の IR 関係疑惑、そこに集中し始めていて。脅威、という感覚の薄れる状況は逆に、問題と不足をか、そこに残してはいるような。不足感を補うだけの対価は未だないまま、時は流れる。明るい話題がない、それは雪が降ってない、という状況かもしれない。なんだか失望感しかない、楽しみが、ない。雪がなくて楽だ、と言えるのも最初だけか、不安感だけが奇妙に蓄積するが、相手は天変地異だ。売れない、という失望は、ありふれすぎて日常ではある。売れるものとは？理屈がことごとく否定され続けた先。